藤山平衛門は、秘前国佐、家軍出身の佐賀藩士。忌味がわさだただ金た平衛門。秘前国佐、家軍の佐賀藩士として生まれる。出生年月日は不明だが、佐賀藩藩士、鍋島渡る平左衛門親族長によれば、藤山平衛門が、初代当主であり、その先、不応地公の記述がある。藤山氏の出自については、諸説あり。 半然としないが、伊万里の藤山や、文後の藤山家など、九州地方を中心に、複数の系譜がある。佐賀の藤山家は、佐賀藩政における手きありや足軽などの組頭、また長崎基器版などの最国経営の役を担う、中級士族であり、幕末期の効果に見どし佐が搬送着党に記載がある。藤山政の士族は、約100名余りに上る。主たる、通り字は、 てその他、部、行などを通字として用いていた。江戸時代後期以降は通字を含むなのみを称していた。1872年5月7日の大上官布告、従来通称なのに両予想要来航やから事魂一名、樽壁ごとにより、意味など通称を閉称することが公式に廃止されている。佐賀藤山家の当主とされる平門の刑夫その先、不地、 藤山さ忠、藤山忠裕藤山貞明、藤山武貞、藤山忠国、藤山て官、藤山武けありがとうございます。